はい、こんにちは、ヌヌヌです。アメリカの、セレラ株を買った続きですね。8月にセレラ株無事購入できました。800株購入して、その後様子を見ておりました。実は、こちら日本経済新聞の切り抜きですね。はい、1999年10月28日ですね。ずっと見ますと、アメリカセレーラ社、ヒト遺伝子特許大量出願、1ヶ月で6500件、新薬開発で主導権。はい、私の読みがズバリ的中しました。はい。また、こちらはですね、2000年翌年の1月11日の日本経済新聞、アメリカセレーラ、ヒト遺伝子ほぼ解読、データを有償で提供とか、まあ、そういったニュースが、日本の新聞にも載るようになりました。こういったことからアメリカのセレーラ株はどんどん上がり、8倍、9倍、10倍と上がっていくことになります。はい。今日はやはりそういう、まず新聞に載る前に、身近な情報からヒントを集めることによって、もう新聞に載ってしまうと株価は跳ね上がってしまいます。はい、新聞に載る前にいち早く情報を集めて、それで株価が上がるのを待ちましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。今日はここまでです。